勝利をこなたに。晴れ渡る空の下行われる京都レース場、芝3200、レジェンドレース、18人の馬娘たちが挑みます。下克上は起こりうるのか。メジロマックイーン、注目株の馬娘だ。人気と実力を兼ね備えた TM オペラ王、真っ向勝負に注目だ。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。絶好の立ち上がりを見せたのは6番、続いて4番、2人のペースに後続がどう対応するか注目です。先行争いは3番、6番、4番、メジロマックイーン上がっていきます。ちょっと前に出ましたね。期待通りの結果を出せるか。1番人気メジロマックイーン、長丁場のこのレースですが、6番早くも先頭に躍り出た。4番並んでくる激しい先頭争い、そしてその外メジロマックイーン内をついて3番、ここまでが先頭集団、前から大きく開きました。縦長の展開だ。各自自分のペースを保っているようですね。メジロマックイーン快調に飛ばしていきます。現在1番手はメジロマックイーン、続きました4番、まもなく第4コーナーカーブ、依然としてメジロマックイーン先頭から大きく離されて、2番手は4番、後から3番、その後ろから6番、大きく離れて TM オペラ王、それを見るように8番、少し後ろから名勝怒涛、それを見るように17番、その後ろに13番。まずは1周目正面スタンド前に上がっていく、外から行く16番、2馬身3馬身開いて10番、少し後ろからマンハッタンカーフェ、そしてその後方には11番、1馬身離れて5番、内9番、少し後ろから18番、後方2番手に1番、最後方2番、意気揚々と先頭を行きます。メジロマックイーン、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが、順位を振り返っていきます。第1コーナー回って第2コーナー、先頭は変わらず、メジロマックイーン、続いて4番、およそ5馬身開いて6番、3番、内から行く、大きく離れて TM オペラ王、8番並んできた、さらには16番、それを見るように17番、さらには名勝怒涛、その後マンハッタンカーフェ、13番続いている、1馬身離れて10番、2馬身3馬身開いて11番、そしてその後ろから行くのは5番、2周目の向上面に入って変わらず先頭を突き進みます。メジロマックイーン先頭、メジロマックイーンレースはよどみなく進んでいます。1馬身差4番、およそ5馬身開いて3番、あとは6番、さらには TM オペラを少し離れて8番、さらに16番、17番、並んできた、外を回って名勝怒涛、その内並んでマンハッタンカーフェ、残り 1000m を通過、外10番、1馬身差13番、11番、並んできた、そして5番、内で18番、外を通りまして1番、そして内目をつきましては9番、2番、最後方からという体勢であります。メジロマックイーン先頭を進みますが、これは正解でしょうか。時は来ました、参ります。メジロマックイーン、彼女の客室には合っていますね。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ、どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ差がある、ここから先頭を捉えるとは出てくるのか。栄光まで400、最終コーナー、先陣を切ったのはメジロマックイーン、食い下がる TM オペラを、余裕の走りだ、後ろをぐんぐん突き放して、これはセーフティーリード、200を通過、メジロマックイーン突き放す、逃げるメジロマックイーン、メジロマックイーン大差で今ゴールイン、圧倒的な実力差を見せつけレースを制したメジロマックイーン、勝利を飾った。2着は TM オペラ王、3着はマンハッタンカフェ。祝福の喝采、感謝いたします。